はい、続いての、ゲームですね、ステレオタイプボーイズラブっていう、ゲームをやりたいと思います。で、まあタイトルの通りこのボーイズラブっていうのね、ちょっと怪しいなって思って、タイトルが面白いなって思ったんで、ちょっとやろうかなって思います。主人公である彼のセリフをタイピングします。赤字で日本語が、黒字で、日本語のローマ字表記が表示されます。ローマ字の通りにタイプしてください。はい、って感じです。まあ俺あんまりね、タイピング苦手なんだよね。ちょっとあんま得意じゃないんで、タイピングの方は。まあちょっとやっていきます。はい、はい。じゃあ、あ、二人おお、来た来た来た似てんなおじいちゃんにちょっと似てんね。あかんあかん、口元見て、あかん、口元見ちゃあかんって。何を見たんだこれ。カルピスウォーターとじゃがりこがある。あ、ダメだ、全然返信来ないよ。誰から。この間合コンだったゆき。そうなんだ。ゆきちゃんって何してる人。早いなこれ。仕事。まあなんか普通に俺やってるとか言ったね。あ、ちょっとそれ取って。あ、スペース？てかさ、なんでお前体育座りなの？いや、なんか別に。なんかお前気持ち悪いよ、今日。え、なんかあんの？いや、なんもない。俺さ、前からなんか思ったんだけど、お前ってちょっとホモっぽいよね。どこがだよ。俺全然変とか。いや普通だよ。いや目線とか変だよ。え、何すんだよ。いやいや反応変だよ。いや触んないよ。反応変だって。ちょっとやだよ。なんだよ。膝触ってるだけじゃん。ちょっと待って。ちょっと追いつけない。ちょっと待って。何が起きてんの。ちょっと待って。最近タイピングがすごい。やめてよな。ちょっと待って。集中できない。集中できない。ヒヤーって何。集中できない。もう何なんこいつのタイピングの癖がやばい。すごいよ、ちょっと何これ。もう言葉にして、ちゃんと言葉にして。もうヘテロヘテロって何やねん。もうお前ヘテロヘテロって、もう分からんこれ。ちょっと何を見せられてんの俺。お、ゆけいちゃんからメール来た。え、来週飲もうだって。やった。あ、そっか、よかった、よかったね。複雑そうやんけ。何やこいつ。
異性愛って意味なの？へー。